ちは。こんにちは。じゃ早速し、質問します。はい。今回インターンシップに参加したきっかけを教えてください。はい。アスナビという、オリンピック協会がやっているシステムを通して MBA さんと、コンタクトを取らせていただいて今回インターンに参加しました。はい。ではインターンを始める前の経験を教えてください。はい。BMX レース競技を16年間続けてきました。はい、はい、では今回インターンシップで行った内容を教えてください。はい。BMX の秘密という記事の作成と動画撮影ですね。あとは、電話営業のやり方や、メールフォームでの営業の仕方やシーテックにも参加してきました。はい。じゃあ最後ですけども、インターンシップを終えての感想を教えてください。はい。6日間という短い間だったんですけれども、インターンを始める前はぼんやりとしたイメージしか持っていなかった、MBA という会社に対してインターンを終えてよりクリアになったというか、始める前はゲームを作っているだけの会社なのかなと思っていたんですが、実はシステムエンジニアさんの派遣とかそういったいろいろな業務をやっている会社なんだなと理解することができました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。